キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ今日はオリックスバファローズです。はい、はい、ね、バッファローズじゃないバファローズですよっていうね、はい、でも言いがちなんですよね、バッファローズってね、うん、言いたくなっちゃう。バッファローって思っちゃうからね。そう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 バファローズなんですよね、うん、バファローズだからね、うん、はい、これ間違っちゃダメだからね、はい、うん、トレンドに乗っちゃうからね、はい、乗っちゃったんですか。森友哉が FA の時にオリックスバッファローズって言っちゃったらしくて言っちゃって、それそうなんですか、まあ、言いたくなっちゃいますからね、うん、バッファローズってね、うん、さあ今日のオリックス、はい、ね、崖っぷち選手、はい、こちらの選手です、はい、山岡投手です。山岡投手、はい、わあ、山岡投手ってでももうなんかローテーションの一角ってイメージですけど、はい、はい、崖っぷちです。崖っぷちですか、はい、まあ、でも怪我とかもありましたけどね。そうです、うん、まあね、もうエース格と言われてるでしょうし、はい、うん、う、山本山岡ってイメージですから、うん、今年もローテーションを守って投げるでしょうけども、はい、崖っぷちです。へえ、そうですか、はい、まあ、何の崖っぷちかっていうとですね、うん、オリックスが優勝するための崖っぷち選手です。へー、ね、やっぱり2枚看板っていうイメージあるじゃん。はい、あります。でもね、昨年6勝8敗、うん、はい、2021年3勝4敗、うん、2020年4勝5敗、はい、まあ、怪我もありましたけど、うん、ここまでプロ入りしてから、今年7年目、うん、10勝以上を挙げたことあると1年だけです。うん、でこの2019年ね、はい、あの最高勝率のタイトルも、うん、取ってますけども、はい、やっぱり山岡が一桁勝利じゃダメでしょっていう、うん、はい、まあ、2枚看板っていうね、うん、感じでしたからね。しかもオリックスが優勝するためには、うん、まあ、吉田が抜けてね、うん、山本が2人が10勝以上してなかったら、うん、そりゃきついでしょっていう、うん、気合の2桁勝たないとやばいですよっていう、うん、まあ、でも確かに山本山岡っていうなんかこうイメージだったのが、うんうん、今ちょっと山本宮城っていうイメージにはなってきてるんですよね、うんうん、そうそう、だからもう、いない時もあったので、今がねまだ若いけど今年がね28歳、はい、だから、まあ、まだまだこれからなんだけども、うん、やっぱ今年、うん、タイトル、はい、取るくらいいかないと、うん、もう、うん、平均的になっちゃいますよっていう、はい、崖っぷち、うん、そういう崖っぷちですか、うん、優勝するためにも頑張らなきゃいけない崖っぷちだし、はい、10勝1回しかしてないのっていう予想外の成績、うん、はい、っていうところも、うん、やっぱ頑張っていかないと。確かにそうですね、柱っていうともっと勝ってるようなイメージはありますからね。そう、ちょっと叱咤激励の、うん、あの頑張ってほしい山岡、はい、ね、でここでまた山岡上げると、うん、なわけないやろって、うん、あのオリックスファンの人がね、はい、叫ぶんだけども、うん、そういうのを声を集めて、うん、力に変えて頑張ってほしい、ね、はい、でなんか崖っぷちって聞くとやっぱね、いや今年頑張んないともしかしたらもう戦力外になっちゃうよみたいな意味になんか捉えがちになっちゃいますからね。そんな選手、はい、あげたら、はい、かわいそうやろ本当に本当そんな選手ばっかり言ってたら、はい、頼んだらもう面白くもなんともないよ。そうですね期待値のある人しか言わないから、はい、うんうん、期待値ない選手誰もあげてないからね。そうですね、うん、でも今年上げてる選手もほぼほぼ一軍で活躍してるけどポジションが頑張らないと危うくなるよみたいな方ですね。そう、うん、基本的にはね、うん、続いてが、はい、吉田亮投手です。はい、あのリリーフの、うんうん、まあ一昨年ね、はい、もうリリーフエースとしてすごいいい活躍してました、ね、いい活躍しましたけども、はい、ちょっと昨年はね、うん、まあいろんな状況もあり、うん、ちょっとピリッと、はい、しませんでしたけども、うん、もう後ろがちょっとね、うん、ワゲスバック、はい、山崎総一郎、うん、宇田川、平野、うん、比嘉、うん、ね、本田とか、うん、黒木とか、うん、もう簡単じゃないんだよ。いやでもちょっと前まで、うん、中継ぎ、そう、ガワガワやな、うん、と思ってたけど、はい、もう今は12球団屈指のリリーバー陣に、うん、はい、しかもこの剛速球タイプもいれば、うん、比嘉みたいなテクニカルもいるし、うん、このバリエーションめっちゃいいわけ、うん、吉田危ない。そうですね、ここで頑張んないと。確かにおととしのやっぱり優勝って吉田投手の活躍ってすごいあったと思うんですけど、うん、去年やっぱもう後半にガチって固まってから隙間なくなりましたね。そうそうそう、まあ、まだ40試合とか投げてないんだけど、うん、ここでバシッと頑張んないと、うん、ちょっとリリーフ王国作られちゃう、うん、はい、確かに去年やっぱり
他の人がこうガッて来たから、うん、存在感なかったですもんね、うん、ここ本当今、うん、でしかもみんな若いからね、まあ、平野とか比嘉はベテランだけどね、はい、あの頑張んないとちょっと居場所がね、うん、一軍のリリーバーの居場所があの スライダーさえ、ね、うん、中島監督からお前のスライダーを分かってても打てないんやって言ってね、うん、そう言わしめたその武器をね、はい、もう一回磨きをかけてね、うん、こう頑張りどころだね。そうですね、うん、25歳なんでねまだね、うんうん、で続いて、はい、T 岡田です。わあ、そこ来ましたか。もう踏ん張りどころだね。お、今何歳になったんですか。今 T 岡田は35歳、うん、あ、そっか、なったばっかり、うん、まあ、ちょっと踏ん張りどころでしょここ。そうですね、うんうん、ちょっと今ね、まあ、代打とかもあるし、まあ、ファーストも外野を守れてね、うん、便利いんだけども、うん、まあ、外国人ねゴンザレス、うん、ね、シュウィンデル、うん、取ってきてるからね、はい、2人とも内野でね、まあ、吉田が抜けたっていうところもあるから、うん、そこら辺の代打とかでね、うん、光を見出せればめちゃくちゃありがたい存在になるんだけども、はい、そんな代打も簡単じゃないからね、うん、そういったところではこの人生踏ん張り年、わあ、結構だからもう岐路に立ってるわけですね、うん、今、まあ、でも35歳だからね、うん、それはもうそれぐらいだったら全員どんなポジションの選手でも全員毎年勝負だから、はい、それはあれなんだけど、もう T 岡田の集大成を見せる年だね今年は、はい、生き様を。おととしすごいあれでしたよね、なんかこう途中から。おととしはね、 T 岡田のおかげでオリックスが優勝したんだよ。あ、そうでしたよね、あのマリンでね、はい、ホームラン打って、うん、なんかそんなイメージありますね。そう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 、うん、で去年が36試合なのか、うん、今年存在感示してほしいですね。いや、ここ示せればね、グッとくるね。だから中島さん監督になってからね、うん、まだ若干光を輝き出してるからね、はい、まあ、今年は本当にね、プロ野球人生の勝負年って言っても過言じゃないぐらい、はい、このね、うん、戦う姿をね、あの確かめたいね、はい、うん、で続いてが、はい、山足です。おお、29歳、今年30歳。あ、そうなるんだ。立命館、はい、本田鈴鹿、うん、いや2軍ではいい感じで打つんだけどね、うんうん、1軍に来たらなかなかなのよ。うん、で UTT 戦もあってね、はい、いろんなところも守れるしね、うん、便利っていうところはあるけども、うん、2軍の成績を1軍持ってきたいね。はい、なかなかこうスタメンを勝ち取るっていうところまでね、うん、いつもに行かないですもんね。でもチャンスはあるのよ、うん、だから地下2軍でも結果残してから1軍多分連れてきてくれるから、はい、その道筋としてはいいんだけど、うん、ここでバチッてやっとかないと2軍で頑張っても負けてくれなくなるから、うん、はい、そういった意味ではもうそろそろね、うん、来たいよね。そうですね、だって毎年 40、50 試合出てるからね、うん、試合はね。そうですね、去年は39試合、うん、ホームランも1本打ったり、だからいいものはあるのよ、うん、あとはそれがねコンスタンスに1軍で出せるかどうかだから、うんうん、もう6、ね、今年6年目でしょ、はい、もうそろそろね、うん、出したいね。はい、そうですね、存在感を見せないとというところですね、うん、3連覇に向けてね。はい、さあ3連覇か、はい、袴田さんの袴田スコープあります。あります、袴田スコープ。まず1人目、北選手。北、はい、うん、北選手、北隆、え、北隆、うん、あ、北隆じゃない、北隆さんはどうなったんですか。あ、いや、そう、あ、慶応からドラフト1位でロッテに入って、はい、新人から2試合連続でサヨナラヒットの記録を作って、はい、その後智弁和歌山のコーチに行った北隆、はい、あ、じゃなかった。あ、すいません、あ、その北隆じゃなかったですか。すいません、あ、はい、今ロッテファンの人喜んでますか。あ、本当ですか。で来たって、応援がいい、応援がいいのよまた。あ、そうなんですね。本当本当、あの6代最高打率ね当時、はい、5割何厘、はい、そうなんですか。えぐくない。すごいですね、うん、5割、5割何分何厘だよ。はい、すごっ。北高橋、北高橋じゃなかった、はい、じゃなかった、すみません、うん、ね、北選手の名前はね、北亮斗選手です。あ、北亮斗、はい、うん、あれだね、吉田正尚と一緒に実証で行ってる。あ、そうそうです、そうです、あのもうネクスタ吉田の、ね、ネクスタ吉田これなんですか、あ、なんか、なんかの会社ですか。ネクスタあ、あれだネクストとスターを合わせてネクスタ、そういうことなんですよ。あ、造語、そうそうそう、あ、ネクスタね、ネクスタ、あ、これ流行らそう、ネクスタ次に来るスターをネクスタっていう。そうです、ネクスタ、ネクスト吉田のネクスターになるのが北選手だと私は思ってるので、もうあの体もすごい吉田みたいになってきてるからね。そう、あの結構こう良くなってきて、うんうん、で、あの本当にパンチ力のある選手なので、うん、で今年高卒3年目かな、うんうん、でなんか去年ぐらいから
私はやっぱり北選手結構来るんじゃないかと思って、うんうんうん、あの10億円の若手の選手とかのもね、うん、入れてましたけれども今年、まあ、ちょっと吉田選手の枠が空くっていうところで、うんうん、一軍にやっぱりいる選手になってほしい。可能性あるよね。ありますよね。2軍で105試合でチームトップの7本塁打だからね、うん、そうなんですよ。パンチ力あるんですよ、うん、期待値はかなりあるよ、はいね、そうです。でもひょっとしたら来るかもわかんないね。ネクスターとして今年ね、はい、ネクスター、ああいいですね。流行らそう、うん、ネクスターって言うの。いいですね、うん、今年ブレイクする選手のことネクスターって言いましょう、うん、いいよ。今度俺じゃあ使うわ、はい、どっかで、はい、はって言われるかもかんないけどこの選手はネクスターですよって言って、あの考えたの私で続いて、あ続いて、うん、あ続いてあの紅林選手、うん、いやもうスタメンですよ。紅林だってこの前も練習試合かなんかで猛打賞って言ってたの、はい、あのスタメンですよ、うん、もう2年連続スタメン勝ち取ってるんですけど、静岡枠また今静岡枠ではありますよ、うんうん、静岡枠の推し強いね、はい、いっぱいいんで静岡。そう考えると結構いるんですよ、いい感じで。伊達に広いだけあるね。はい、そうなんです。だって今現役で私の本当に直の高校の後輩が4人もいるので、ねえ、はい、でもあれなんでしょ、うん、あの浜松とか御殿場とか伊豆は入れてないんでしょ。そんなことないですよ。そうなん、沼津も入れてないんでしょ。清水がギリ入れるかどうか迷ってる。そんなことない、そんなことない。鈴木翔平選手とかも実家は多分また静岡市じゃなかった気もするな。静岡市以外静岡じゃないんでしょ。そんなことないですよ。ないの。浜松はちょっと遠いけどだって浜松もねドーム計画あるじゃんね。あ、なんかそんな話なんか、ね、ニュースね、はい、うん、どうなんだろうね、あれ、はい、鈴木大地選手とかも小山町だったかな、もう結構遠いとこですから。お、あの静岡の栃木の小山、いや違います、静岡のですあ、小山町だったかな、そうそうそう、まあでも静岡なんですけどね。あの、まあ、成績見るとスタメンは勝ち取ってて2021年136試合で2022年も130試合出てるんですけど、もうちょっと打率ね、そう打率が上げたいところだね。2部台なので、うん、やっぱり今年はやっぱ2割5分以上、7、2割の後半は、まあ、2割7分ぐらいのホームラン15本ぐらい打ってくれたらいいね、うん、そうなんですよ、いいね。で結構体格もいい感じなので、うんうんうん、身長187センチの94キロなので、あの本当にもっともっとこうパンチ力も出てきていい選手になると思うので、栗林くん今年はもうスタメンだけどさらにいい活躍を期待してます。21歳、はい、誕生日になったばっかり、2月なったばっかですか。2月7日なんだ。足したら株株さよなら。